はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時20分になろうとしてますかね。6月は12日の月曜日でございます。これは9日ちょっと前ですね、出たこんな記事がございまして、リアルサウンドという知らんわからヤフーニュースに出て、ヤフーニュースのサイトを貼っておきますね。タワマン疲れした人気 YouTuber が普通のマンションへ引っ越し、成功者の家より自分らしい家を求める成功傾向に。そもそもですね、タワマンが成功者の家なんですかね失敗予備軍の家やと私は思いますけども、YouTube コンビパラピーズのジンジンが全然知りません。他の人の YouTube 見ません私、YouTuber の動画ってほぼ見ませんね。ほぼってもう一つも見ないんちゃうやろうか、 YouTuber の動画って。昔4年ぐらい前にヒカキンがタワマンからですね揺れてるとかいうのを見たのが最後ちゃいますかね、人の YouTube 見るの。あれ情報は時々見ますけどね、あと昔の音楽とかは見ますけど、まあそれぐらいかな。映画の一部とかね、他の人の YouTuber の YouTube 見ませんねだから全然知りません。これまで暮らしていたタワーマンションからのどかな場所の普通のマンションへ引っ越したことを報告した。2023年6月7日に公開したルームツアー、タワーマン疲れしたジンジンの新居に突撃したらヤバすぎた www と題した動画は、相棒のカナカがジンジンの新居にアポなし訪問するという内容。カナカガはジンジンが最近越したマンションの住所情報を入手したとし、アポなしで行ってみようかなと思っておりますと企画趣旨を説明した。周辺環境はカナカガによると平和って感じのどかな場所だという。そんなんがネタになるんですか。でもこれ出かけてかなあかんもんね、大変。でそれ普通のマンションを訪問したのがこう永遠と書いてありますね。まああれですね、都会のど真ん中で豪華絢爛なタワマンに暮らす点々点、そんなある種のパッケージ化された成功者の家を経て自分らしい住まいに落ち着く YouTuber もまたそれはそれで魅力的ではないだろうかと。まあ最後そう書いてありますね。これがこういう何でもない記事、いやでもあんまりあれですね、コメントが18しか出てないですね。でもこのジンジンさんとか田中がさんっていうのはそんなにあれなんですかね、こう有名 YouTuber なんでしょうかね。私も一応 YouTuber みたいなもんですけど、私の場合は何て言いますかね、超零細ですね。YouTuber で食ってませんから、それだけでは食えないんで、 YouTuber と言えるかどうか分かりませんけど、一応 YouTuber 本数はいっぱい上げてますね。1日12、3本上げてますから、まあ一応 YouTuber の端くれではあるんですかね。はい。でこの方がタワマンから、豪華なタワマンからですね引っ越したと。YouTuber といえどもね、毎年あれ確定申告をするでしょ。でその確定申告がですねある程度続いていてですね、3年ぐらい続いていれば賃貸住宅の入居審査は通ると思います。いわゆる自営業扱いになるんですね。では通ると思います、3年以上出せばですね。家賃保証会社が審査するんですけども、もう家賃保証会社は世の中にクソでありますから、まあ、保証会社によって甘い辛いがあります。であとね、よく問題になるのは、そのじゃあ家買えるかと、住宅ローンを使って家買えるかということですね。現金は誰でも買えますよ。だって人気の YouTuber 1億円以上持ってるんでしょ。それで現金で買えますって言ったらどんな家でも買えますよその現金では払う限りは。じゃあ住宅ローンで買えるかっていう問題になると、これはですね自営業で5年以上ですね、確定申告をしていればですね、普通の住宅ローンの審査はまあ通ります。飽きますよ、そんな年収100万とかちゃんと
借りられるぐらいのですね、まあ、1000万とは言いませんけど、数百万円、800万円とか600万円ぐらいあればですね、それに見合った額の住宅ローンは通りますね。テレビとかたまに出ると だいたい僕あの家選びとかマンションなんどのこうのって呼ばれるでしょ、僕の場合。そのちょっとバラエティーになると芸人さんが出てくるでしょ。で芸人さんがね、こう家を探してるのにね、マンション探してこんなんどうですか、あんなんどうですかって言うんですけど、あんたそれ買えるのって言うんですよね。キャッシュ持ってますかとか、この家2億ですよとか3億ですよって時に、キャッシュ持ってますかという話になるんですよ、必ずね。僕そんなね、チャラチャラした話だけで済ましたくないんで、現実的にね、じゃあこの3億の家あなた買う時に、3億円今現金持ってますかと。どこから引っ張ってこれますかと。言うときますけど、芸人さんって住宅ローンほぼ通りませんよと。まあ、そういう話になるわけですね。まあ、芸人も YouTuber も一緒です、基本的に。銀行から見れば。要は、こいつちゃんと35年返していけるんかと。そういう話ですよ。YouTuber も芸人みたいなもんですからね。ただしですね、その、自営業でね、3年以上やっててね、なんと毎年毎年それなりの収入があるっていうんであればですね、そこそこ通りますけどね。そこそこ。で芸人は取りにくいんですよ。なぜかというとですね、そのやっぱり流行り廃れがあるでしょ。売れてる時と売れてない時と落差大きすぎますから、芸人さんは。タレントもそうですけど、本当に取りにくいですね。 YouTuber はどういう扱いなのか知りませんけども、芸人さんよりかは少しはマシではないかなという気はしますけどね。まあそれは誰が決めんねんって、銀行が決めるんです。だから銀行の考え次第によって。だから変な話ね、通りやすい銀行もあれば通りにくい銀行もあるんですね。だから僕ら不動産系の業者はですね、この人やばそうやからこの銀行持っていこうとか、そういうふうに銀行を選ぶんですよね。それから金利もちょっと高くなります。駿河なんていう銀行はちょっと前に問題ありましたけど、あそこは一番緩いんです。今はどうかしませんよ。あの前の時代の時は駿河が一番緩いんです。その代わり金利は高いんですよね。だから駿河に持っていく案件となると、とかなるわけですよ。まあそれはいいんですけど、この方はですね、タワマンから普通のマンションにお引越しになったと。タワマン疲れしたって、タワマン疲れしたってね、タワマンに住むと疲れるんですかね。いや僕住んだことないから、疲れるかどうか知りませんけど、毎日エレベーター乗るのは疲れるかもしれませんね。ねよくね、タワマンの階層ヒエラルキーとか言うでしょ。私もネタにしてますけど、あれね、別にね、気にしんかったら気にしなくていいんですよ。だって関係ないやんというふうになれば全然関係ないですよ。あれはね、一番聞くのはね、あれなんですよ、幼稚園ママたちなんですよ。幼稚園ママというのはこうママ友グループに入らざるを得ないんですね、いろんな意味において。とするとそこでですね、なんて言いますかね、女性ってああいうヒエラルキーにこう敏感でしょ。タワマンに住む人ってね、さらに敏感な人多いんですよ。どうでもいいと思うんですけど、タワマン族って大体見えっぱいですから、見えっぱいでそういうことを気にするんですよ。そうするとですね、嫌な思いをしてですね、中にはメンヘラになるという人がいます。これはもう事実あることなんでね、ないって言うてもしゃあないな、あるんですよ。実際いろんな例がありますから。だから女性はそういうことなんですけど、男はね関係ないですよ、ほとんど。湾岸のタワマンに行くとね、バーがあったりするでしょ。そこに行って横のつながりができるんですよね。お酒飲むの好きな人で、人と喋るの好きな人は。だからその中でね、やっぱり見えっ張りが多いですから、見えっ張り比率はすっごい高いですよ。だから多少マウントをし合うというのがあったりするとあるかも分かりませんけど、行かへんかったらいいんだよ。なんでわざわざそんな面倒くさいね、タワマンのバーなんか行かなあかんのと思う。面倒くさい人がいるの分かってるやん、そんなはっきり言うて。タワマン選ぶやつですよ。面倒くさくないわけがないやと僕は思うんですけどね。だから行かへんかったらいいのに、行ってまたそこでですね、マウント取られて嫌な思いして帰ってきたりする人がいるわけなんですね。またそこでうまくいく人もいますよ。まあそれはそれぞれですね。別にマンションの中にバーがある人は何もないと思うんですけどね。何のために作るんやろっていうのは不思議でしゃあないですけどね。まあまあそれはいいんですけど。まあということでございまして、ですね、この YouTuber さん、よく存じ上げませんけど、写真を見てる限り、ちょっとあれですね、お太りめの方ですか、パパラピーズさんがですね、タワマンから普通の家に行ったという、ただそれだけの話。ですね、それだけの話でですね、
このリアルサウンドというニュースサイトですか、なんか知らないけど、エンタメ系のところに出てるんですけども、それだけでですね、ネタを一つ上げてるっていう、ええやん楽ねと思いますけど、私なんかもっと楽ですよ、喋っちゃうだけですからね、はい、ということで一応このヤフーニュースのサイトのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。